さあ各キャラクターのダメージを試していっていますが、総合火力だと今のところエンジニアが一番ねダメージが出てて225万ダメージ、まあ通常モード一人で行った場合に出ていて、スワットよりね5万ダメージ高いと。でゴーストが200数万ダメージなんで、それより1割くらい高い感じで、今回残された最後のキャラクタータンクで、武器はねどっちでもとりあえずいいかなって思うんで、あんまりその武器がね効果与えてるっていうのは今んとこなくて、ハントレスとかスワットはまだメイン武器たるねとこしか使ってないけど、まあ、ゴーストは変わんなかったんでね、対してエンジニアもまあ弱いとされてる方使ってみたんで、今回はなんでミニガンにしようかなと。まあこれが最後ですね、キャラとしては。でまあとにかく最後の数分間に多分どんだけダメージ与えれるかっていうのが大きな差になると思うんですけど、このキャラその点自分の周りにだいぶ攻撃するんで、ちょっと悩ましいですね。ロケランにしよっかな。ミニガンも強いんですけど、案外ロケランをね押すコミュニティの声が多いので、まあ、特に難しいほどロケランの火力、まあ、クリティカルも当然効いてくるから、ライフスティールクリティカルとか考えた時にロケランの方が与えれるしね、うまく効くのかなって思うんですけど、だ今回は、まあ、ロケランを採用しましょう。ザコはこのね手裏剣とね、あとは地雷で極力撤去して、特に序盤のロケラン絶対オーバーキルなんで、まあ、余分ですからね火力としては。でちなみにスワットもね、まあこれ一つルールとして強化をね取らないんですけど、ダメージに関してそれらを取ったスワットが、まあ、ある程度火力伸びたんですけど、まあ、そんなに 1.5 倍とかにはならなかったんで、結構まあ限定的でしたね。やっぱ全員のシナジーでもって強くするっていうのがゲームのコンセプトなんで、やっぱそこの個人の強化幅っていうのはあんまりないみたいですね。それこそなんかねエンジニアの攻撃が電気感電状態になって感電になってる敵にダメージが強いみたいなキャラシナジーとかがあればまたね変わってくるでしょうけど、武器そのものにシナジーあんまりないですよね現状はね。まあ、メディックいたら生き延びやすいとか、まあ、エンジニアいたら生き延びやすいとかその辺はありますけどね。ちょっとライフスティール強化したいな。できたら先にバニッシュしときます。アーマーかな。じゃあね、とりあえずこの辺はこのショットガンでいいです。上げすぎないようにね。7、8分までこのショットガンでいいんじゃないかな。他の今のうちに上げとこう。このキャラ、このずっと回ってくれるね、ノコギリの、ね、おかげで、ブレードのおかげで、ある程度最初はいいんですけど、ダメージがね、165っていうところで今与えているのが、160ちょっとくらいかな、大体。まあ、スワットのアサルトライフル一発分くらいなんですよね。まあ、それちょっと低いくらいかな、なんなら。なので、まあ、よっぽどスキルダメージ上げないと、あの連射のある武器の一発分くらいなんで、まあそれは敵は死ななくなるよねっていう。さあ、ライフスティール来てほしいな。
バニッシュを使ってバニッシュを取る。最高レベルに上げといて、まあ、今でもオーバーキル気味なんで武器はまだ使わないね。効かない効かない。タンクアーマーが40上がってますから現状80あるんでね、どんなもんか分かんないけど、これが、ま、どのキャラよりも圧倒的に高いかな。リーダーの場合においては当たったところでね、痛くもなく。さあロケラーはまだですね、もうちょっと先かな。地雷の火力も見たいですね。飛ばして飛ばして、左上左上です左上、分かんない。300ダメージか。はいはいはい、あんまないんだね。まあ、まだ伸びるかな。あ、ダメージは伸びない、数とクールダウン。あ、地雷はそんなもんか。もう次ってまだ空爆ある、空爆が。さあ、いいものが取れてないですね。そろそろロケラン、なんか5分、まだまだ。で空爆が440ダメージ、450ダメージくらいね。ちょっとハバードの武器もあるくらいですけど、だ一番ダメージが出るのは今のところ空爆で、ダメージはちなみに変わらない。強化でダメージが変わらないからあれか、あんまり取ってからの強化は、まあ、時間とか数とかその辺なので、まあそういうこと、スキルダメージとかクリティカルダメージで上げるしかないですね。ライフスティール、そう考えるとタレットのダメージが400、300あったよね確か。あれ地雷と変わらないんだね。そうなってくると確かにスワットが1人でダメージを出すのは理由が分かるね。割と簡単に出てくるタレットがこの地雷分くらい与え続けてるから、空爆は範囲がでかいからダメージはそんな高くなくても、まあ、クリティカルなら言うてダメージ2倍になるし、そこで数と時間とクリティカルで与えていくみたいな。471、その地帯のダメージは固定なんだね。だ470のところは全部470ダメージ入るって感じか。あ、なるほど。プラマヤに30ぐらいですよ。だいかに落とせるかが重要か。いっぱいバニッシュ
じゃあいきましょう、ロケラン。ロケランは260ダメージくらい。クリティカルが513。ダメージ的には、上がらないですね。マガジンとリロードなので。基本ダメージが変わらないので、ミニガンはね、上がっていくんですけど、ダメージだけ。レベルアップでダメージが変わるってのがタンクにおいては、ない。ないっす。地雷もそうだった。グレードも多分そう。グレードはどうだろう、わかんない。見てなかったけど。それ以外に関しては全部出てないですから。アコちゃんダメージに関しては、タンクに関しては、限りなく、ね、黄色いボックスから引かないといけないですね。タンクのダメージが一番なのが空爆なので、空爆が重要視されるのは分かりますね。エンドレスモードにおいては、群がるゾンビどもを空爆の広い範囲で蹴るってことになります。でも今回ここから軽く伸びないから、それは確かに後半は厳しいね。さあ一応素の状態だとエンジニアが一番ダメージ出たんですけど、どうかな、まあ、ダメージ出すにはやっぱ多くの敵に与え続けれるのが理想だと思うんで、タンクはわりかしロケラなんか好き放題打ってるんで、あと空爆までしない、結構いいとこ行くんじゃないかなって思うけど、スキルの方がダメージ積んでそうなんで、タンクはスキルメイン上げ方としては、ね、スワットもアサルトを尊敬してましたけど、そんなにな気するからスワットもスキルで、まあタリットしかないけどね、スワットの場合はヘリまあ強いって言うけど、コントロールできないしね、ヘリは。逆にスキルが少ないハントレスとか、特にハントレスは武器がもうね唯一の火力源みたいなやつだから、ハントレスの場合は火力、武器の火力を上げた方が良さそうで、キャラってちょっと変わりそうですよね。ハントレスいない限りはスキルじゃんじゃん振っていく方が良さそうですね。あとクリティカルで上げるみたいな感じかな。これはちょっと回復に期待できない。これ自分の周り回る武器って、こういうゲーム結構オーソドックスだけど、こいつしか持ってないんで、貴重なキャラで終わるよね。ちょっと地雷がね、弱すぎるかな。
出てるかな、ダメージ出てればいいですけど。さあスワットならグレネードがめちゃくちゃ使いづらいように、地雷がね単発300ダメージぐらいでしょ。ボスには何もならない、それじゃね。スワットとこのタンクには、まあ、外れスキルと言っても良さそうなことがあるんで、エンジニアは割と外れがないからその点がいいですね。エンジニアは一応自分の周りにショックを起こすやつは使いづらいというか、ね、まあ、敵がいない状態で発動するパターンが多いからあんま出ないけど、割とボス戦の時は光ってたんで、なんかエンジニアが一番ダメージ出そうですかね。こいつで出すにはちょっとうまく空爆がいっぱいの敵に当たり続けないと。めちゃくちゃ怖い今ロケランの打ち漏らしはなんか上空でくるくる回って何にもならないけど、ミニガンなら多分先の敵に当たるみたいなお得な効果があると思うんですけど、そういった差がねダメージにかかってくるのか。なんか囲んでくれ、いい。いや空爆は強いね、あんまり囲んでくれないけど、この状況はいいかもしれない。火力の出しどころです。せっかく空爆をしてるときは力がなくて十分に死んでる。ここ空爆したいな。ほら、ここ暇だ、撃て。難しいな。どうだ、行け、来るだけ。あんまり動く、円に動いてあんまり動かないようにしてるんだけど、場所自体はちょっとなんか空爆が外れるね。思った方に飛んでないっていうか、ほらこうボスの方もうちょっと出てくるんですけど、ボスだけ当たらないような感じだもんね。ちょっともったいないもったいない、空爆が出ないと真の実力を発揮できないから。終わっちゃ終わっちゃ、嘘。ここだ、ここに。あ、そうそうそう、それそれそれ、いいねいいねいいね。
クレイジー、クレイジー。効かない効かない、そんなのは。終わっちゃった。さあ出るかな。225万が一応最高だね。音だけで言えば一番ダメージ出そうですけど、237万。おお、で、キルも、確か強化スワットが7000だったんで、で、多分エンジニアも7000だったかな。一番この短時間においては出ましたね。で、アーマー硬いからっていうのもあるし、まあ一応無敵1秒もあるし、回避も一応 17% あるし、まあ回避取ったんでね。まあいろいろあって、で、ライフスティールもあることによって、取ってるものは結構しょうもないですけど、まあ、ライフスティール3個出たんで、これはね、大きいですけど、とにかく死ななかったですね。このモード程度なら死なないぞっていうのが感じましたが、DPS は、まあ、ロケラン780なんで、これがメインではないね。ダメージの内訳で言えばだいぶ少ないので、空爆があんまり当たってないとは言えね、高くて、で、ソウブレード、ノコギリも、600近くあって、スキルがやっぱね、まあ、マインはね、少ないんですけど、ゴーストがね、200、200だったんで、確か、200、300、ほぼ同じのが2つだったんで、やっぱそれと比べればスキルが強いと。まあ、エンジニアも同じ条件なんだよね。で、スワットがタレットだけ強いみたいな状況だったんで、やっぱ2つのスキルが強い、空爆、ソブレード。やっぱこういうのが安定してね、合計ダメージが出て。で、DPS は確かに武器は低くなるんですけど、その武器しかない、逆に。武器しかないハントレスと比較したときに、やっぱ総合力で変わってくるんで、やっぱスキルなのかなっていうところで。ただでも残念なところで、クリティカルパーティーを組もうとしたときに、まあゴーストとハントレスを入れたとして、この二人が強かったのが武器なわけですよね。DPS で。1800と1300。で、スワットが1000で、エンジニアが多分900くらい。で、こいつが780なんで。ダイト組んだとしても、スキルのとこがちょっとウェイトが下がっちゃうんで、チーム組むのが難しくなったなという印象ですが。さあ一応ちょっと全員、まあメディックはね、当然入れたらかわいそうなんで、公開処刑ですから。まあ、ゴーストから始まってね、ちょっと使っていきまして、まあ、スキルが弱いほど武器のダメージが出て、まあ当然出るしかないから DPS が出て、例えばロケランとかもうちょっとね、スキルがなければ、弱ければ多分出るかもしれないですけど、まあスキルが強ければ強いほど、まあメイン武器の DPS が、まあ、吸収されるような感じで、まあ総合は高いけど DPS が下がってみたいなところで、ね、まあ総合がね、強くなるイメージですよね。で、スタートタンクエンジニアが、まあ、220万以上族で、200万族のハントレスゴーストって感じで、はっきり分かれてるんでね、その辺は面白いですね。低い方が武器が強くて、強く出がちで、高い方がやっぱ総合的に出るって感じで、だからそれこそエンドレスだと、この3人で組む方が、生き延びた時結構ね、まあハントレスが1人いたけど、1で2だったんでね、やっぱ総合的なところで強くなってたんで、ここ上げ方が難しいなって感じになりましたね。とりあえずまず一つキャラ比較はここで、進みつつチーム編成の考えがより複雑化になりましたね。